日本人の手で飛行機を作りたい。そんな夢を胸にアメリカに乗り込んだ侍たちがいました。それは戦後航空機開発で世界に大きく遅れを取った日本にとってのリベンジであり悲願でもあります。挑むのはホンダエアクラフトカンパニー藤野道正さん。今までにない飛行機を作って、だから作る価値があるんだと。他のメーカーが作ってる飛行機をもう一回作ってもそれ価値ないですから。考えたのは翼の上にエンジンを置くという奇抜なアイディア。しかしそれは航空力学的に非常識な設計と言われました。それでも今までにない飛行機にこだわった藤野さん、それはあの本田宗一郎が翼のマークに込めたいつか大空へ羽ばたきたいという夢でもあったからでした。世界の航空機業界にイノベーションを起こした日本人による初の民間ジェット機が大空へ飛び立つまでを追いました。